ってください。山形県では湯田町を流れる庄内高瀬川、それから学校川で氾濫危険水位に達しています。特別警報はすでに災害が発生しているか、今まさに災害が起きてもおかしくない危険な状況です。はい。この川が近くにお住まいの方は安全な場所に避難するか、また建物の2階以上垂直避難も有効です。東北の日本海側、秋田県、山形県では今夜暗い時間にかけて大雨となりそうですので、できるだけ明るい時間に安全な場所に避難するようにしてください。厳重な警戒が必要な時間帯が長く続くということですね。はい。はい。山形県に特別警報、大雨特別警報が発表されたことについて、気象庁と国土交通省はこの後午後2時から会見を開き、今後の警戒点などについて説明することにしています。お伝えしていますように、活発な梅雨前線の影響で山形県では非常に激しい雨が降り続き、気象庁は先ほど午後1時過ぎ山形県に大雨の特別警報を発表しました。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベル5に当たる情報で、災害級の警戒が必要です。山形県では浸水や土砂崩れによる重大な災害がすでに発生している可能性が極めて高く、最大級に警戒し、少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと、北日本に伸びる前線に向かって太平洋高気圧の縁を回る暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北の日本海側を中心に大気の状態が非常に不安定になり、山形県や秋田県では記録的な大雨になっています。気象庁は先ほど午後1時5分、山形県の酒田市と湯田町に大雨の特別警報を発表しました。特別警報は5段階の警戒レベルのうち最も高いレベル5に当たる情報です。少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。山形県では数十年に一度のこれまで経験したことのないような大雨となっています。気象庁のレーダーによる解析で午前9時までの1時間に酒田市南部付近でおよそ100ミリ、午前9時10分までの1時間に湯田町付近でおよそ110ミリ、酒田市北部付近でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は災害が発生する危険性が迫っているとして記録的短時間大雨情報を相次いで発表しました。でその後も雨が続いていて、正午までの1時間に山形県が湯田町に設置した雨量計で65ミリの非常に激しい雨を観測しました。また秋田県でも大雨となっていて、正午までの24時間の雨量が由利本